新論は、文政8年3月に、藍沢正司祭が上司した、尊能論と国防を説いた書である。水戸藩主、徳川成信に植え替するために書かれた。ただし、その内容のために出版は禁止されたが、門人たちが、密かに書き写して、匿名で広め、江戸玉山堂から安政4年に正式に出版された。上下二巻からなり、上巻が、国体、形成。 トリコ城、下官が、修行、長径への、敬語論7編で構成されている。本書の執筆の背景には、イギリスなどの西洋諸国のアジア信仰に対する危機感があり、これに対抗するために聖司祭は、人心統合の思想として、国体を持ち出した。そして、天皇への宙を尽くすことは、皇の実践につながり、天皇の即位に際して、 大城祭を行うことで人心が統合できると説いた。本書は徳川後三夜の一つであり、北方の警備の任務を負っていた三戸藩を通じて幕府に影響を与えることを前提に書かれていた。しかし、黒船来航以降,以降の幕末の混乱と幕府への信頼が失墜したのに伴い、尊老上理論のテキストとして志士たちに愛読されるようになり、明治維新以降も、 教育直後や国民道徳論にまで影響を与えた。ただし、静止祭自身は、開国論を説いた事務作を、文久2年に、一橋吉信へ提出しており、開国までは否定しなかった。新論では、ただたかの重要性を解くにあたって、古事記などを引いて、アマネスや日本の建国を取り上げる一方を、中国の祭祀も取り上げているという点が特徴である。ありがとうございます。